おはようございます。おはようございます。今日ご紹介するお車はホンダオデッセイ。はい。グレードがアブソルート。はい。年式が平成18年。排気量がですねアブソルートなんで2400。はい。走行距離は2万7000キロ。はい。色がシルバー。はい。オートマがですねマニュアルモード付き5速オートマ。はい。はい。駆動は FF となっております、はい。まあ、主な装備はですねたくさん、まあ、あるんですけど、そうですね、はい、すごい。例えば目の前に映っているナビ、ホンダ純正のインターナビですね、はい、それからバックカメラ、はい、あとですねドアミラーウインカー、それからエアコンが左右独立のデュアル、そしてリア独立のリアエアコンもついてます、はい、オートですか、ね、はい。その他ですね、外観でいうと HID ヘッドライト、これオート機能ですね、はい、オート機能付きです。あとフォグライト、それから純正エアロ、はい、アルミホイール車外のですね、はい、それからティーンのローダウンのサスが入ってます、はい。あと無限のエアロドアバイザー、あ、無限ですか、はい、無限です。ちょっと形が、はい、などなどついております。まああの僕のたっての希望で仕入れていただいたオデッセイ、オデッセイアブソルート、はい、いいです、かっこいいですね、かっこいいですね。これ2代目になるんですね。2代目オデッセイとしては、いや3代目です。3代目ですか、はい、3代目の3代目オデッセイ、まあ高級感もありますし、そうですね、でアブソルートはですね、まあ、ノーマルの足回りとかあのすごくいいんですよ、はい。まあ、スポーティーというんではないんですけど、こういう車の中でもあのかなりの定評のあるハンドリングという評判だったんですけど、シャープな感じなんですね、うん、シャープですしね。高速乗られてる方で聞いたことがあるんですけど、すごく良かったって言ってましたね。そうですね、安定性もありますからね、すごい乗りやすいって、はいはい。まあ 2400cc なんでパワフルな走りもしますし、はい、まあ、質感がいいですよね。走りもですし、外装も内装も、そうですね、装備というか、はい、豪華な感じが、豪華ですね、はい。メーターなんかも光り方が、そうですね、はい。まああとさっきの走りの部分でいうと高速オートマ、マニュアルモードもついてるんですけど、はい、まあ大変スムーズで、でクルーズコントロールもついてるんで、まあ高速クルーズなんかは、はい、あの楽に走れるんじゃないかなと思います、はい。まああとシートの質感もですね非常にいいですし、はい、まああのたっての希望で仕入れてもらったんで褒めるところしかないんですけど、はい、まあ、でも本当にいいですね、はい、質感、走行性能も、乗り心地もローダウンしてある割には全然、ね、コツコツした感じもないですし、はい、ローダウンしたような感じがわからないぐらいいいですね、うん、はい。あとですね、全ユーザーがおそらくつけられたんだと思うんですけど、まあ、目の前に映ってるセンタースピーカー、アルパイン、あ、はい、それからドアにですね、ついた、あ、ついた、はい、それから3列目後ろトランクにはですね、ウーハーがついててですね、はい、まあ、純正ナビではあるんですけど、より高音質、うん、音が良くなってます、はい。実際さっき鳴らしてみたんですけど、良かったですからね、か、はい、こう走行音とかも室内にそんなに入ってこないんで、入ってこないですね、うん、静かですね、いい音を聞いたりお話しするにはいいと思いますね、いいですね、はい。まあ運転するも良しですね、はい、まあ、こうやって後ろ助手席、乗って、くつろぐのも良し、はい、非常にちょっと高級感を味わいながら乗れる一台じゃないかなとは思います、はい。ぜひ一度ですねご検討いただいてご連絡などいただければと思います、はい。
じゃあいいですか。はい、はい、ありがとうございます。